はい、どうも、コミです。さて、本日はこちら TH コンプリーターさんから動画をお届けしていきたいというふうに思うんですけども、本日はね、もうほんと皆さんに早くお伝えしたいことがあってですね、JWC ご存知でしょうか？日本の、オンリークランと言われるタウンホール13なら13、12なら12だけのメンバーが揃っているような、クランさん同士が、もうね、意地をかけて、ね、もうぶつかり合うというね、本当に日本の、トップクラスの対戦リーグで JWC なんですけども、これがね、今、タウンホール13の、ね、J1 っていうところにこの TH コンプリーターさんがいます。で、ここでですね、もう今回から上がったんですが、最初めちゃくちゃ苦戦したんですね。もう前回を全部取られてのパーフェクト負けなんてこともやったんですけども、でもここに来て覚醒していますね。もうこれです。いやー、逆にパーフェクトやり返したというこの TH コンプリーターさんのこれも本当ね、自分勇気もらいました。やっぱね、かっこいいですね。こう本当にそのクランの配信をやらせてもらってるっていう自分の、まあそのなんていうのかな、立場も、まあその相まってか、まあ本当に親近感のあるね、クラメンの皆さんばかりなんで、もう自分も本当に自分のクランのことと同じぐらい本当に嬉しいです。で、本日お伝えしたいのは、その中でもですね、イエティ系の戦術を見ていきたいと思っていて、イエティってですね、この、10月のアップデートが来てから、2020年10月のアップデート以降、ちょっと使われなく、なり始めているような印象なんですよね。やっぱドラゴンとかが増えてきたり、まあ、依然としてクイヒー・ディガホグがやっている方多かったりとか、あとネクロラッシュですよね。まあ、こういった攻めに押されてきてるんですけども、全然このね、TH コンプリーターさんの中では、このイエティがめちゃくちゃ今、猛威を振るってます。で、今日お話しするのは、どんなイエティが今その日本のトップの、本当にトップのクランですよ。で、使われてるのかというこの新環境で、そこをちょっとお話ししていきたいというふうに思ってます。まあ、自分を勉強のね、ために見ているので、そこら辺を皆さんとこう一緒に、シェアしながら、一緒に学んでいけたらなというのが、ま、今回の趣旨でございます。そして最後、合計4本動画、今日ですね、リプレイ上げたいんですけども、4本目は、まあ、本日の裏やんですね。本日の裏やん。ちょっともういろんなところで有名になりかけているんじゃないかと思う裏やんさん。面白い編成で攻めてくれる。でもすごい上手いので、これをね、4本目に入れて合計3本イエティ4、1本裏やんさんという形でお届けしていきます。まずはこれですね。木立さん見ていきましょう。今回の木立さんの戦術っていうのは、ライトニングプラスクエイクを持っていってます。それを使ってのイエティなんですけども、これ攻め方がね、ここにまずライトニング打つんですね、ガツンと。で、この4つの施設を壊します。で、おでひとくいひで、ぐるーっとこう入っていって、イエティたちをこんな感じで入れていくんですね、タウンホールに向かって。ただ、タウンホールがすんごい遠いですよね。で、遠いのをどう処理するか。これね、本当にイエティ使う人には参考にしかならないアタックだと思うので、ぜひ見てほしいと思います。このライトニングは当然、投石機という相手の主力防衛を削ることによって火力を下げるとともに、イエティたちがこの今ライトニング打った区画に、それていかないようなルート作りの意味を兼ねている、まあ、二重の効果のある、ライトニングですね。下方向からアーチャークイーンが進軍してきて、上方面これ、迫撃砲のところをきっちりと、バルーンとアーチャーで追っていきます。これバルーンだけだと、落下ダメージプラス一発のバルーンの根気じゃ穴が開かない、穴じゃねえわ。迫撃砲が壊れない体力になっているので、アーチャーを加えてちょっとダメージを与えることで突破していきますね。バーバリアンキング外周流すような形でこのキャンプの方に歩かしていきます。ネクロマンサーはバーバリアンキングのお供としてつける形ですね。一気にイエティとボーラー中心部に入れていきながら、はい、上からネクロマンサー来てるのもちょっとここですね、お忘れなく見ておいてほしいと思います。ジャンプとレイジを一気にかけていって、レイジの上にヒーラーも乗せながら回復力、攻撃力ともに上げていってですね、投石機防衛軍と当たるところに突撃艦を合わせてこのトームですね、こうすることによって、このトームに乗った突撃艦がタウンホールにきっちり届いて、これを折ってくれるんですね。で、最終的にはババキンもそこに合流して、イエティ、投石機から出てきたイエティ、バーバリアンキング、アージャークイーン、グランドボディ、ヒーダーも何がいるのかわからないっていうぐらい、一気にパワーで押し切ります。これはすごいなぁと思いました。本当に。いや、これ見てて興奮しないですかね。ちょっと自分は結構興奮してるんですけど。いや、マジか、こんな風なイエティあんのって思いました。
まあ、最終的にはこの壁にこう、ね、穴が開いているので、この穴っていうのはアーチャークイーンの食い火なんかを壁の中に入れにくくするという、まあ、効果がある反面、壁の隙間を通ってイエティたちがどん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 こうですね、進軍していけるという、まあ、そういうメリットとデメリット、両方を持った作りになっていますが、今回に関してはきっちりこの穴からイエティが出ていかないようなルートを作ってですね、こちら側穴がないんでイエティ出ていかないですよね。ここら辺ってこういうところイエティが出ていかずにしっかりと中心部からタウンホールにアプローチできるようなルートをジャンプで作って、でそれが終わったらあとはこの穴を通ってイエティたちが残った防衛に、アプローチできるような、まあ、そんなようなルートを組んでるっていうところですね。まあ、それプラスイエティがこうタウンホールの逆側から行っちゃうと結構よくあるパターンっていうのは、まあ、早めにトームとかを使わされちゃってイエティたちがもう防御力あともう体力もだいぶ削られた状態でタウンホールのもう一番タウンホール13で火力が高いのはもうギガインフェルノ間違いないので、これと当たった時に押し切られて星1で終わっちゃうというパターンなんですけども、そうさせないように突撃感を合わせていった。このキータッチさんの起点の効いたイエティすごいですね。いやお見事だなっていう感じです。こういうイエティやりたいですよね本当に。もうぜひぜひ参考に、していきたいなというところなんですけども、もう一本再入れていきましょう。今度は、このコストね、300枠にもなっていますけども、タウンホール13って20枠上がったコストも何に使うかって結構皆さん悩んでると思うんですよね。なんですけども、今1本目のキータッチさんは、ね、ネクロマンサー結構2体が多いんですけども、主流としてはそこを3体に出ました。まあ、そうすることでバーバリアンキングが、ぐるっと回ってね、最後までこう生き残るような、ね、プランニングにしてるんですけども、今回雪平さんはイエティ9体ですね。このイエティ9体っていう数がまた、いやよくこんないっぱい持ってくなっていう感じですよね。結構範囲攻撃、まあ、イーグル砲の着弾とかタウンホールとか、まあ、あとは、ね、投石機ですか、こういうのを受けちゃうと割とイエティたちがまとめてやられがちなんですけども、そこをどう守っていくか見ていきましょう。レイジをかけて相手のシングルインフェルノと当たるところでフリーズの呪文を打っていきます。このタイミングうまいですね。なんでフリーズなかなか打たないのっていうところ、思った方がいるかもしれないですけども、早く打っちゃうと、このフリーズの効果っていうのが、ま、グランドオーデンが折る前にこう切れちゃって、で、シングルインフェルノにグランドオーデンが焼かれちゃうということがあります。まあ、今回の雪平さんのパターンはそうでしたね。ちょっと今、グランドオーデンが横に逸れちゃったんで、そのおかげで、フリーズ2発目を使わされてしまいました。おそらくこれは誤算ですね。バーバリアンキングと10日弊社でこちら1時、4時、5時面の方ですね、こうカットを入れていきながら、今回もこの壁の隙間をうまく使ってます。タウンホールに、壁を開けずにイエティたちがこうアプローチしていけるので、しっかりそこでトームを使って、レイジを少し浅めに打っているのがポイントですね。こうすることで、ヒーラーがレイジの上により早く乗っかって、イエティたちの進軍に遅れずにしっかりついていきながら、かつ回復量を上げて、束になったイエティがまとめてやられることを防いでます。この浅めのレイジがなかったら結構イエティが序盤でやられちゃったかもしれないなっていうところはありましたね。で、ホグライダー10日弊社から出てきたのに合わせてしっかりロイヤルチャンピオンを出しているこの、5時方面ですね。お見事ですね。ロイヤルチャンピオンだから全然体力減っていません。イエティたちが中央で暴れまくっている間に、外周はホグライダーがロイヤルチャンピオンの盾になってくれてこう、進軍している。だからこそ、まあ、今回の基本の形ですけども、オデヒーでここをカットしてイエティを中心部にこう入れていきながら、効果弊社ですね、これで外周をカットするんですけども、中から出てきたホグライダーっていうのがやっぱりその1個外周の壁の内側の方にこう入っていきますね。そこにロイヤルチャンピオンをこう合わせていくっていう、まあ、この形、もうこれは結構テンプレ的なあのイエティラッシュの攻め方になってくるんですけども、まあ、何せイエティ9体だってこんな感じになるのかっていうのがちょっとね、自分としては意外性がありました。まあ、イエティたちが当たる施設っていうのが、かなりこの、村の、主力を突き抜ける感じになるので、下手にホグライダーとか、あとは、なんだ、ネクロマンサーを入れて外周から削っていくっていうことをするよりも、むしろ中心部の火力を厚くする。という方には雪平さん振ったんじゃないかなっていう、こういうイエティの、その、ユニットの構成っていうのもあるというところですね。いや、参考になります。自分としてはね、結構ホグライダーを、なんていうのかな、追加された、20枠分、4体か、追加で持っていって、イエティホグみたいな形で、ヒールの呪文なんかも持ってって、ホグライダーを中心に使ったら強いんじゃないかなとか思ってたんですけど、TH コンプリッサーさん見ると、そういう攻めで戦果取ってる人いないんですよね。皆さん、結構やっぱイエティは主力はイエティというところは譲らずに、
これもそうですね。イエティが8のボーラー7ということで、もう中心から壊していく。外周からホグを回していくんじゃなくて、もう中から一気にこう、外に向けてミニエティを放出しながら壊していくっていう感じですね。これもう完全に陸のクロスボウ4体あって、どう考えても空で行きたくなるような、パッと見そんな配置に見えるんですけども、ここ行き、ディディさんですね。グランドボーデンのオデヒーで、投石機まで狙ってきます。さっきの2本目の、2本目か、ユキヒラさんのアタックもそうなんですけども、イエティをするときに、今のこの環境でイエティをする場合、結構、自分としてポイントになるのかなと思ってるのが、オデヒーパートで相手の、インフェルノないしは投石機、あとはタウンホール、このあたりっていうのが折れるかどうか。っていうのが結構ポイントかなと思ってます。今回もディディさんしっかりこの投石機を、グランドボーデンにレイジをかけて折っていったことによって、イエティたちのルートがしっかりこう出来上がっただけではなく、やっぱりこのタウンホール13の主力防衛を1個もうグランドボーデンで、ね、ノーダメージで削っていくことができたっていうのは大きいですよね。レイジの呪文を1発使ってもやっぱりノーダメージで削れるっていうのはかなり効果としては大きいので、これはアドバンテージになるということですね。相手のバーバリアンキングと当たるところで、ババキン対ババキンにはストライカー、でもないな、ウィザードがついてましたね。で、中心部に入ったイエティたちがそれないようにしっかりとグランドオーデンのデヒでカットした投石機、あとは、7時方面、8時方面に関してはバーバリアンキングがカットを入れてますね。で、こんな形で、イエティたちがタウンホールに向かっていきます。結構これやっぱりですね、イエティ8プラスボーラー7大量に入れたのはタウンホールまでしっかりと火力を残して到達させるためですね。そこのところに、ディディさん、かなり、ユニットの枠を抑えて気を使ってたのがわかります。で、見逃しちゃいけないのがこれ。この十字方面の、イエティどっから来たのっていうと、これ、突撃艦ですね。突撃艦に合わせて中からイエティセット、要はイエティ2体プラスバルキリーですね。こいつを持ってきておいて、イエティたちが進軍できない壁の中でも火力が高いところ、オフグライダーちょっと辛いなっていうところをしっかりと、突撃艦の落下ダメージで、ある程度ダメージを与えた上にイエティを放出して区画ごと破壊していきましたね。で、その後ろからロイヤルチャンピオンを出すことによって、こういう風にロイヤルチャンピオンが、ある程度ダメージを、抑えながら進軍することができて、最後まで生き残るという形ですね。いや、だからもう本当にもう単純な投下兵舎にホグを入れてイエティラッシュっていう形だけじゃないですよね。タウンホールが遠くにあった場合っていうのは、2つのパターン、今日見させてもらいました。一つは今ディディさんがやったように、数を大量に、ホグ、イエティと、ボーラー持っていて、ガーンともう、なんていうか、数の力でタウンホールまで押し切っていってしまう。中途半端にイエティ6体にボーラー7体とか、そんなような火力じゃ絶対にそこまでイエティ持たないので、本当に火力をしっかり上げて、この限られたルートをこうですね、通していって、一直線にタウンホールに、イエティたちをなるべく残して持っていく形で、そういう場合には、壊せないこういうところっていうのは、投下、突撃艦を使って落とすという感じですね。で、もう一個、まあ、キータチさんがやったように、イエティたちがこう、おっと、ごめんなさい、イエティたちが、ガーンとこう進軍している、その後ろから突撃艦を、ぐわっと、当てていって一気にまとめて討問をかける。だからこれちょっと前にも話しましたけども、その、ドラゴンとかバルーンなんかを使うときに、その主力のバルーンやドラゴンに討問をかけるときに合わせて突撃艦にかけるみたいな、まあ、そのパターンをイエティでやっていくってことですね。そうすることによって相手の一番火力が高い、タウンホール、これをしっかりと突撃艦で壊していって、イエティたちが最後まで、残ったイエティたちがそこで焼かれてやられきらないように、しっかりと、ケアしていくというですね、この2つの形が今やっぱりその、日本トップクランが使うイエティなのかなというところですね。まあ、もちろん2つ目のユキヒラさんが使っていた、投下兵舎プラスホグライダーも健在です。というところで、ここまでがですね、ホグ、じゃないわイエティパートですね。で、最後は、本日のウライナさん見ていきましょう。これですね、どうやら、パーフェクトがかかった最後の一発だったのかな。これ、そうですね。相手の16番を攻めた、この一発が取れたらパーフェクト、取れなければ、パーフェクトならずっていう、ほら、これもう全部攻撃を使ってるんで、40手。使って最後の一手なんで、これが取れなきゃパーフェクトになんないっていう、この痺れる場面で出した戦術がこれ。あれですよ。またヒーラーが7体もいんのっていうね。何をしたんでしょうね。
ちょっと見ていきましょうかね。もう解説というか、もうこれは肩の力を抜いて何をするのかなってこうね、傍観しながらぜひゆっくりとね見てもらいたいと思うんですけども、自分ももう細かいプランニングとかちょっと説明省きますやることに関してこう言っていきましょうか。まずは、この、対空砲ですね、これにダメージ与えてきます。ジャイボーラーできっちりと相手の大砲を壊しながら、この対空砲にダメージを与えていって、で、この対空砲1本折りましたね、ジャイアントたちが。ある程度ボーラーがダメージ与えてるんで、そのままジャイアントが折ってくれて、で今度逆に7次方面に関してはアーチャークイーン食い火の形で壁を上げてマルチインフェルノに迫っていきます。でいつの間にかバーバリアンキング出てますね。これ相手のババキンに対して当たるところでしっかりと、ストライカーを当てて、バーバリアンキングがやられる前に敵のバーバリアンキングを倒して、まあ、こうすることで、アーチャークイーンがここでですね、クロークとかを発動させられないように調整します。さらに壁を開けるための、スーパーウォールブレーカーを出していって、で、これ以上スーパーウォールブレーカー持っていっても使ってないのはこっちの壁が開いちゃうからですね、今出すと。なのでちょっと今一旦、スーパーウォールブレーカーをお休み中という形になってます。ですけども、もうここから先はジャンプでこのタウンホールにアーチャークイーンが迫ってくるんですね。ここでしっかり投石機と当たるところで、ポイズンからの、レイジアーチャークイーンが相手のストライカープラスラバーハウンドを処理していって、で、ここですね、マルチインフェルノなんで、まあまあ一応ロイヤルチャンピオンはそんなに、怖くはない防衛ですね。ロックボーマーで相手の、グランドオーディの像とか、テスラのターゲットを取りながら、ロイヤルチャンピオンを回していきます。で、ボマの中に入っているのがスーパーバルキリーですね。このスーパーバルキリーの、レイシに乗っかって相手のロイヤルチャンピオンを味方のロイヤルチャンピオンが処理。いつの間にかアーチャークイーンはタウンホールに迫ろうというところでレイジを使っていってますね。もういつの間にか。いつ使ったこのレイジとジャンプって感じです。で、上方面は、持ってきた3体のイエティ。1体はカット、2体は中心部にこうですね、スーパーボールブレーカーと一緒に入っていって、ミニイエティを放出しながら相手の投石機を壊していこうというところですね。ただまあこの投石機、1体ですね、イエティが外に逸れちゃったんで、まあそのおかげで最後壊すじまいになってしまいます。で、投石機だけが残っちゃうんですね。残っちゃうんですけども、ヒーラーがタゲを取ってくれてる間に、なんとなんとここから出てきた、もう瀕死のバルーンが、おっと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 しながら、投石機の真上に到達して、これを壊していくと。まあ当然ながらこちらもアーチャークイーンが食い火の形で生き残ってますんで、まあ別にバルーンが、そこに届かなくても、全然普通に、アーチャークイーンが倒したでしょうけどね。いやー、しめじが出てきました。はい。しめじはちょっと一点引っ込んでもらいましょう。いやーすげーな。こんなそのいろんなところに目をやりながらよくプレイできますよね。これはやばい。なんでこういう風なねプランを考えつくのかもそうですけども、それを実行できるのかですよね。ことごとくその必要なタイミングに必要なことをやってるんですけども、そんな見てて簡単にこれできるわけないじゃないですか。タイミングしっかり測りながら、おそらく目がですね多分6個ぐらいついてるんでしょうね。これはもうそれか2人のプレイヤーが一緒にこう画面を操作してるとか、それぐらいじゃなかったらちょっとこれは納得できないというか説明できないぐらいのその視野の広さとあまりのそのなんていうんですか、適宜適宜の対応力の高さですね。やべえ。これはやばいですね。はい。というところでですね、最後一本、ブライアンさん特集でございました。さて本日の、メインはイエティでしたけども、いかがでしたでしょうか。日本トップクラーのですね、イエティ戦術、まあ、皆さんの少しでもこう参考になったら、自分も嬉しいなというふうに思いますし、その際にもぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またですね、こういった、タウンホール13のアタックだけでなくて、タウンホール11、12も、毎週ですね、上げていっておりますので、よろしければ、ぜひ、今後もご視聴いただけたら嬉しいと思っております。というところで本日の動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。